太陽の沈まない国とは、ある領土で太陽が沈んでいても、別の場所では出ているということと、反映しているということをかけ、世界全体に植民地を有しており、当時覇権を握っていた巨大な帝国のことを指す言葉。太陽の沈まぬ国とも。歴史上、太陽の沈まない国と呼ばれるのは、ハプスブルク家のスペイン王国と7年戦争後のイギリスである。 1790年当時のスペイン帝国。スペイン系ハプスブルク家、すなわちスペインハプスブルク家は、1580年から1640年にかけてポルトガルを多いお金、ヨーロッパ大陸ではネーデルラントや南イタリアなどを俗領とし、中南米やフィリピン、マカオ、マラッカ、ゴア及びアフリカ大陸沿岸などの旧ポルトガル領などの海外植民地を含めて、 太陽の沈まない国を実現した。これら本国、植民地、俗領の総称として、スペイン帝国と呼ばれる。フェリペ2世の在位中に最盛期を迎えるが、無敵艦隊の壊滅を契機としてその勢力は、下り坂に入り、80年戦争や、フランススペイン戦争に敗れて、ヨーロッパの覇権を失い、80年戦争で、スペインから独立したオランダや、 宿敵ブルボン家を擁するフランス、無敵艦隊を破ったイングランドなどの台頭もあって衰退した。1921年当時のイギリス帝国、ウェストミンスター憲章の10年前にあたる。オランダに対しては17世紀後半に3時にわたる、エーラン戦争を戦って勝利し、フランスに対しては17世紀後半から19世紀初めにかけてファルツ継承戦争。 スペイン継承戦争、オーストリア継承戦争、7年戦争のヨーロッパ、北米の両大陸にまたがる一元の戦争を戦い、7年戦争の結果がアメリカとインドでの植民地獲得競争での勝利を確定的とした。これにより太陽の沈まない国が実現した。19世紀後半のドイツ帝国など新興国の躍進、20世紀前半の二度にわたる、 世界大戦と旧植民地の独立、アメリカ合衆国、ソビエト連邦の二大国化まで、イギリス帝国あるいは大英帝国と呼ばれた。なお、アメリカ独立戦争により、北米13植民地を失う以前を第一次帝国、失って以降を第二次帝国と呼ぶことがある。2019年現在において、保有領土のうちいずれかで常に太陽が昇っている。 国としては以下の2カ国である。いずれも、ある領土で太陽が沈んでいても、別の場所では出ているという事実においては該当するが、派遣を有するという意味では該当しない。また、高緯度地域においては、ビアクヤという現象があるため、下記においては常に太陽が昇っている。これに加えて、ロシアの場合は、広大な国土が東西に広がっており、 国土のいずれかに常に太陽が昇っている期間が長い。また、アメリカについても米領バージン諸島からグアムまでの範囲に国土が広がっていることから、1日24時間のうち20時間以上は国内のどこかで太陽が昇っていることになる。ありがとうございます。